ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフがクールな話題をご紹介。というわけで、本日は、ボートロックをつま先で操縦する方法です。やり方は極めて簡単。水没したボートロックに向かって、グラを装着した豚さんを前進させるだけ。ボート上に乗った豚さんは、なぜかトロックを乗り越えることができず、つま先でそれを蹴り続けることになり、その結果、ボートロックを動かすことができるのです。ご覧の通り方向転換も思いのまま、遅すぎるので実用的ではありませんが、試していただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。